はい、皆さん本当にお待たせしました。もうなんかお待たせしすぎました。ちょめちょめうさぎです。あ、おはようございます、こんにちは、こんばんはですね、さぎ。ドラゴンクエストモンスタージョーカー2実況プレイ、久々のねプレイです。さて、ちょっと感が鈍ってるぞ。ちょめちょめうさぎ深呼吸。よし、ですね、前回リザードファッツをスカウトしようかなっていうところで切れちゃってましたよね。あれですね、あのコメントをくださった方がいまして、あれ、あのリザードファッツは昼しか出ないということで、あの前回夜ねやりまくってたんでね、大きなミスをしてしまいましたね。でそれはもう、あ、もうダメだわって思いまして、撮影中、あ、撮影中じゃないな、リザードファッツ探してる時にですね、でちょっと妥協してしまいましてね、ちょっとね、もうパーティーのレベルアップをしようっていうことになりまして、でですね、ダークスライムスカウトしましたね、前回ですね。でそのダークスライムを使って B ランクモンスターを作ろうと思いましてですね、ちょっとレベルアップをしてたんですね。じゃあ先にダークスライム、ダークスライムのダークレベル28になりましたね。結構強いですよね。でですね、アークデーモンが作れるんですよ。これコメントにアークデーモンは作った方がいいですよって書いてくださった方がいっぱいおられましたね。ありがとうございます、コメント。本当にコメントはね、なんかね、あ、頑張ろうって思えるんですよね。だから皆さん、コメントをしてちょめちょめ作業頑張ろうという気にさせてください。よろしくお願いします。でですね、レベルアップしてたこのレッサーくんですね、あのよく見てください、ここ見えますかね、 D の3っていう書いてますよね。実はですね、撮影してませんでしたが、ちょっとね、配合しまくってですね、ちょっとね強くしといたんですよ。これです、見てください。あですね、人面獣を作りましてですね、スカルゴンと配合し、バルンバを作りまして、バルンバとそのレッサーデビルでしたっけこの四つん這いのレッサーくん、レッサーくんを転生の杖を持たせて配合したんですね。でこのようなあのパラメーターになってしまいましてね。でレッサーくんとダークをちょっと配合してね、アークデーモン作ります。パラサキスもね、あのパラサキスもですね、コメントで、あ、これ使えますよって書いてくださった方いましたけど、ちょっと先にアークデーモン作りたいと思います。さあ、アークデーモン作ろうかな。でですね、全体回復、あのこのスキル、あのこの子全体スキルってスキル持ってまして、これ誰から受け継いだ、あ、それバイオレットから受け継いだんですね、あの、ヘルコンドル、ヘルコンドルのバイオレットからですね。全体回復とこの、あの攻撃力アップ3は入れたいところですね、自分的に。というわけで入れて、これ地獄は入れた方がいいんかな、マダンテ覚えるけど、正直マダンテの使いどころがいまいちわからへんねんな。マダンテはいっか。よし、じゃメラ&イオにしようかな。うん、メラ&イオにしよう。あー、でもなー、どうしよう、どうしよう、どうしよう、地獄にしよっか。うん、地獄にしよう。メラ&イオがいいと思いますよってコメントしてくださる方もしかしたらいるかもしれませんね。アークデモです。オス、やった。攻撃力121、賢さ105。ほうほう、強い強い、だいぶ強い。やりました、作りました、アークデモ。じゃじゃん、いいですね。名前はですね、どこやどこやどこや、よし、アクデンです。アクデンパーティー入れますね。よいしょ。でですね、あとウルフ、ウルフとアーチャーレベルアップしてんかな、かな、してませんね、すいません。あとは何かレベルアップしたおやつおっとっけな、もう一匹配合したいんですよ、ちょっと。あ、この子異常に上がってる、レベル30になりました。スノーえげつないですが、メタルチケット使わせてもらっててですね、ちょっとね、メタルチケットの動画って正直撮影した方がいいですかね、あのメタル狩りのとこ。またそれもコメントくださいね。あ、久しぶりやから、なんか喋るパターン忘れてるな、やばい。で、アーチャーレベル28になりました。アーチャーとですね、あ、おっとっと、あのメタルハンターのメタリーですね、を配合したいと思います。でですね、ゴーレムを作りたいんですよ。あのテンションアップ覚えてますよね、テンションアップ、見えますかね、テンションアップ、テンションアップちょっと欲しいんですよ、スカウトのように、スカウト用に欲しいというわけで、
ゴーレムを作りたいと思います。石頭、ほうほう、うん、魔人斬り作るとは嬉しいな。アッパーもいいな。攻撃力アップ3。正直言って呪文は強ないよな。石頭にしようかな。どうしよう。うわー迷う。石頭にしよっか。いや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 、VS メタルもいいぞ。ちょめちょめ詐欺。いやいや、石頭がいいよ。どうしよう。どうしましょう。正直 MP 少ないですよね、この子多分。ですから、ですから、ですから、ですから。よし。じゃあ VS メタルにしようか。攻撃力アップ2。VS メタル。おい。おい。よーし。できました。ゴーレム。押す。押す。押すばっかり。名前は決まってます。ね。よいしょ。どこや。よいしょ。よいしょ。ああ、間違えた。はい、ゴレムスです。なんか漫画でおったような気するな、ゴレムス。135、121。おい、恐ろしいバーティー。あ、メスこの子だけか、悲しい。なんかスタンバイに入れときたいですよね、こういう空きが1個できたらね。入れるもんない。入れるもんない。ここはスカウトしたやつ適当に入れとこう。よいしょ、終わりまし、あー、なんか作れるやつ見ときたいですね、ちょっと見ようかな。はい、わかったわかった、オッケーオッケー。さあ、悪デーモン、お、悪、魔王の使い。お、ダークナイト。魔王の使いはすげえ。幽霊船長。あ、魔王の使いはほとんど作れんのか。わ、ギガンテス。おお、すげえ。ギガンテスってすごいな。シャークマージュ。あ、おったな、そんな。エイトの最後らへんに出てきたな。動く石像。やばない、これ。すげえな。へえ。へえってなんやねんって話。ゴレムスは何ができるのかな。セラーさんか。お、スライム防具。お、溶岩魔人。へえ。お、資料の騎士できますよ。かっこいい資料の騎士さんね。うんうん。あとは、ヘルダイバー。ほん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 。なるほど、なるほど。ほんほんほん。ほ、ほ、ほうほう。なるほど、なるほど。やばいな。やばい。うん、やばい。いろんな意味で。あー、なんかこれからが楽しみですね。嬉しい。さてと、さてと、さてと、ちょっとですね、今回配合だけになりましたね。あとなんかトークのやりとりが弱くなってる。あのアフレコスキルじゃないや、トークスキルが下がってますね、ちょっとね。やばい、大ピンチ。ちょっとですね、ちょっとだけレベルアップしたいですね、自分正直言ってね。というわけで、あ、でもな、あ、レベルアップしようか。ちょっとね、レベルアップしますんで、今回はちょっとここまでですね。本当にトークぐちゃぐちゃですみません。もうちょっと思い出します。思い出すんや。というわけで、次回はですね、ちょっとね、あの学校行きながら考えてたんですけど、次回、そういえばリザードファッツ妥協しましたよね。で、もうあとダークスライムランク B もスカウトできたということで、今までやってきたあのボストロールやギガンテス、リザードファッツなどを、あとオードラキとかキラーパンサーもですね、をちょっとずつスカウトしていこうかなと思います。あ、でもランク C はもういいかな、捨てようかな。って言ってもあかんない、あかん、あかん、あかん、捨てた。というわけで、次回レベルアップした新パーティーにご期待ください。さよなら。